それでは今度ストレートビットの説明ですね。実際にこれで溝を掘ってみようと思います。こういう形で、ストレートビットがついてますよと。じゃあこれでまた回して削っていきます。で、今はフリーハンドで何もないところにまずは溝を掘ってみますね。はい、じゃあ回してください。あ、そう回ってたね。はい、じゃあ僕がトリマーを回します。はい、こういう形で、溝が掘れました。で、まあ、溝以外でも例えば、まあ、何でしょう、決まった穴を掘りたいとか、その装飾ですね、全部貫通穴を掘るっていうのは、それは、ボール板や、ドリルなどのビットに任せて、まあ、こういうふうにちょっと段差をつけたいとか、そういう時によくこのトリマーを使います。じゃあ、線も引けますし、もちろん模様だって作れます。今フリーハンドでこういう形で、何でしょう、まあ、模様を描いたような形になりますね。はい、じゃあ、まあ、こういう使い方っていうのはあんまりないんですけれども、じゃあ今度はよく使う直線の溝を掘りたいという時に、のやり方をやってみましょう。ですね、何と言うんでしょう、どういう時に使うのと言ったら、例えば、レールを埋め込むための、溝だったり、その引き戸の敷居だったり、カモイみたいな時にもよく使います。はい、それではですね、今度はその直線を掘りたいということで、付属のこういうものですね、ストレートガイドとか言ったりします。はい、でこれをつけてやってみます。だいたいトリマーを買うとこの金属部分だけでついてくるんですけれども、あとは自分が使いやすいようにここにこういう木材や何か平らな材料を貼り付けて調整したりします。この状態だと、まあ、ここ間がちょっとあったりして使いづらいことがよくあります。あとはもっと長い面でやって安定させたいとか、そういうのは自分でその使い方を考えてその都度調整してやるというような形になりますね。じゃあこれをここですね、この部分です、ここにネジがあって、で必ずこのワッシャーがこのネジ側の方に来るようにしてやってください。そうしないと安定しません。この溝がここにカパッと入るような形になります。はい、じゃあこの状態でこのネジを締めていってやります。そうするとこのトリマーのこのプラスチックの、アクリルの部分ですねの溝とこちらの溝がしっかり合わさって動かないようになります。そうですね、はい、こういう形でしっかり止まりました。じゃあもう一つあるここのネジで、今度は端から何ミリ掘ってやりますかということで、こういうふうに調整してやります。はい、端から2センチにしましょうか。端から2センチを掘りたければこういう形で合わせてやります。はい、でこの状態で2センチ、はい、これはかなりアナログですね。こういうふうに2センチで締めてやるんですけれども、この時大事なのはトリマーの刃というのはこういうふうに一番長いところと狭いところがあります。まあ上から見たら完全な円なんですけれども、この刃の端で測ってやるというのが大事ですね。端をこの一番刃が伸びている部分を壁側に合わせて壁から測ると、そうすると今これでちょうど2センチというふうになりましたので、ここで締めてやります。はい、間違いよくある間違いが、このこちらからこちらの奥の刃で測ってしまうということもあるんですけれども、それはできるだけ気をつけて、必ず、壁から端から2センチで掘りたければこちらの近い側が2センチになるようにしてあげてください。じゃあこれで、溝を掘っていきましょう。はい、はい、では、材料から必ず離した状態でスタートします。
で一応安定させたいので、まずは僕今こういうふうに刃は離しているんですけれども、ここのベースをまずつけて、でかつこのガイドをしっかりつけた状態で斜めにして、こういうふうに上げた状態からスタートしてやります。はい、ではいきます。はい、大事なことですね、これ。電源をきちんと抜いてセッティングしてやると。はい、じゃあこれから、コンセントを入れます。はい、ではいきます。じゃあこの状態からスイッチを入れます。はい、こういう形でよく引き戸にある、襖戸などの敷居、かもいみたいなこういう穴が、溝が掘れますよという形になりますね。はい、で今こういうふうに溝が掘れたんですけれども、もっと深い溝を掘りたい時っていうのがあります。例えば1センチとか。じゃあこのトリマーの刃の深さを1センチにしていきなり やろうとすると、トリマーの刃っていうのはすごい弱いです。木材に負けて欠けて飛んでくるとかそういうこともあります。かなり危険ですね。なので、1センチを掘りたいときっていうのは何ミリかに、何回かに分けてやります。1センチを掘りたければ、例えば材料にもよるんですけれども、硬い材料とかだったら、できれば、まあ、教室では2ミリずつで、こういうパイン材など柔らかい材料だったら、まあ、3ミリ、あとは刃のコンディションとかにもよるんですけれども、基本はその2ミリ、3ミリを守っておけば、大体、まあ、安全に使えるかなというような形です。なので、よくせっかちで、まあね、一気に掘りたくはなるんですけれども、1センチを掘りたければ、まあ、3ミリ、3ミリ、3ミリで最後微調整で残り1ミリを、きちっと掘ってやるというような形で進めていくといいかと思います。じゃあ同じようにちょっと刃を出代を変えて、もう少し深い穴を掘ってやりましょう。はい、こういう形ですね。はい、今これでだいたい目分量で6ミリぐらいですね。はい、じゃあこれでもう一回掘ります。はい、こういう形で溝が掘れました。はい、そうですね、さっきよりちょっと一気に刃を出したので少し音の抵抗も強かったと思います。音が結構うるさかったですね。こういう形で、トリマーの刃っていうのは、材料に対して、まあ少し弱いところがありますので、だからちょっとずつ掘ってやるっていうのがまず、次のポイントですね。これがすごい大事です。はい、例えばトリマーの溝は、どういう時に掘るかという形に、で説明します。僕ら、家具で一般的に、引き出しを作る時には強度を持たせるために、まあ、釘やビスだけじゃなくて、覆い出という補助ですね、木組みの方法を行います。で、例えばこの引き出しだったらこういうふうに、この見えますかね、溝と溝がはまってしっかり、接着面が増えて、こういうふうにくっつくようにしてやるというような形になります。はい、これで今手を離しても自立するぐらいです。実際にはここにボンドを入れてあげます。はい、では次に、よく、まあ、一般的に簡単な、まあ、DIY だったらこのものに対して下からべちゃりというふうに、ベニヤか何かを貼ってやるんですけれども、ベニヤを張ったとしても、例えば重いものが乗った場合、どうしても下に重力がかかってしまうので、こういうふうに外れてしまうことがあります。なので、このような場合、僕らは引き出しは必ずこういうふうにその溝にはめてですね、こういう形で、作っていってやりますよという作り方をします。はい、これで重さが加わっても木っていうのは丈夫なので、ここに引っかかってくれているので外れませんよという作り方をします。こういう時に、このトリマーというのをよく使います。はい、ではですね、ストレートジグがこういうふうに
まあ、つくんですけど、例えばこの材料に対してストレートジグが短くて届かない場合っていう場合にどうまっすぐ溝を掘ってやるか。例えばここにこういう溝を掘りたいと、言った場合に、じゃあどうしたらいいですかとなった場合に、その時は、まあ前にその丸ノコの使い方の動画でも話したように、ジグを作ってやります。例えば、まあ、こういうベニヤみたいな薄い板ですねと、まあ、こちらもベニヤでいいんですけど、まあ、当て材をこう貼り合わせて両面テープです。はい、これをまず貼り合わせてしまいます。はい、で危険がないようにしっかりギュッギュッと押さえておいてあげてください。でこれを切り落とします。はい、じゃあこのまま一回切り落としてみますね。はい、こういう形で切り落とされました。そしたら、今度はこのトリマーのここトリマーは四隅、この中心から同じ距離になってます。大体のものがそうですね。もしかしたら違うものかもしれない、あるかもしれないんですけれども、基本は、このどちらかの面が必ず同じ距離になってます。で、それでここが今、材料の端に当たってベニヤが切り落とされたということは、ここからここまでの距離が勝手にこのジグに移し取られました。はい。じゃあ今度はこの材料をここに当てて、こういう形で、ずれないように押さえておいてあげて掘っていったら溝が掘れますよという形になります。ただここで1点、まあ、加工上の注意点で、今度はこの材料に直接掘るわけではなくて、今度はここのベニヤの4ミリ分が浮きますので、掘りたい寸法プラスこの下に来る材料の分を計算してあげてください。例えばここに、まず2ミリの溝を掘りたいのであれば、2ミリプラス4ミリ、合計トリマーの刃を6ミリ出してあげる形になります。はい、という形でまずはちょっとじゃあこの設定で1回やってみましょう。はい、こういう形で掘れました。でこの幅っていうのは、深さとは関係なく、このビットで、決まることだけ、気をつけておいてください。だから4ミリの幅の溝を掘りたければこれでは無理なので、4ミリのビットを買わないといけないと。で、例えば、15ミリの幅の溝を掘りたければ15ミリのビットを買ってもらうのがいいんですけれども、例えばこの、同じビットで繰り返し、詰めることによってこういうふうに幅の広い溝を掘ることもできます。だから小さいビットっていう小さい溝を掘りたければその小さいビットに合わせなきゃいけないですけれども、その大きい溝っていうのを、幅の大きい溝というのを掘りたければ、まあ、小さいビットで何回も繰り返せば一応は理論上はできますよという形になります。はい、それではですね、今度はその刃の進行方向、刃の回転方向とトリマーの進行方向についてちょっと説明します。これが、ちょっとその危険、安全にすごいつながるので、大事なポイントになります。ですね、トリマーの刃というのは、こういうふうに回転方向が決まってます。今、そのカメラに向かって、カメラから見ると、半時計方向ですねにこういうふうに回転しますよという形になってます。でこう回転するものをこういうふうに自分側に引っ張ってくるとですね、要は、前の丸ノコの話でもあったんですけれども、回っているものをその進もうとする方向に自分の手で引っ張ると、自分の力の意思とは無関係にビュンとこっちの方に勝手に転がってきたりします。なので、これ、まあ、初めイメージしづらいと思うんですけれども、この回転方向というのが刃がガツンガツンと材料にぶつかる方向ですね、こういうふうに進めていってやります。
だから、この回転方向は、こうなのであれば、こうガツンガツンと材料をすくい取る形の方向に動かしていってやりますよという流れになります。これを手前側に引っ張ってくると、おかしな、力がちょっと加わってくるという形になります。で、片やストレートビットで例えばこういうどっち側刃のどっち側にも材料がありますよという場合は、この場合は別に何を気にする必要もありません。抵抗というのは、その同じ分だけ左右にかかってくるので、そのまま自由にこっち側行ってもこっち側行っても大丈夫ですよと。で、例えばこういう端っこにちょっと溝を掘りたいといった場合ですね、こういう場合は一つ考えないといけません。こっち側には材料があるけれども、刃のこちら側には材料はありません。だからその場合こういうふうに持ってくると、同じように、自分の意思とは無関係にトリマーが走るというような形になります。なのでこの場合、こちら側を掘りたければこういう進行方向になりますよと。で、同じく例えばここも掘りたければこういう方向になりますよと。で、そのままこういう形になります。だから例えばこことここを面を取りたい、ちょっとここの高さを落としたいといった場合は、こう行ってこう行くのではなく、この材料をぐるりと回る形で取ってやります。だから、基本的に、覚え方としては、材料の外側を取りたいときはトリマーの動き方というのは反時計回りになりますよということになりますね。材料の外側の面取りや、段落としは、反時計回りにトリマーが回ります。はい、はい。で、型や、この外側ではなく内側に開いている穴で面を取ってやりたいという場合は、今度は外側ではなく内側になりますので、トリマーの進行方向は、時計回りという形で取ってやらないといけません。これが一つ、重要なところですね。なのでとりあえず、機械的に材料外側を、回すときには、反時計回りこういう形ですね。内側を面を取ったりするときは時計回りというふうに、そのトリマーの進行方向を考えてあげてください。はい、ということで、その進行方向というのが大事だというお話をしました。で、今度は、トリマーの、注意点です。このトリマーは電源を入れて切っても大体のものがそのまましばらく回ってます。はい、という形で5秒ぐらいそのまま止まるまでにかかりますよという形になってます。だからよく ある怪我っていうのは、トリマーを使っている時よりもトリマーを止めた後、例えばちゃんと掘れたかなと、こういうふうに自分の顔を覗き込んだり、まだ回っているのにもかかわらず、こういうふうにコードを巻き込んでしまったりですね、みたいなことがよくあります。なので止めたらしばらく回ってるんだぞということを意識しておく。一番いいのはしばらく自分から遠ざけて持っておく、で止まったら置くというような形ですね。で、それでも作業性が悪いというときは、止めて、そしたら、テーブルの端などではなく、できるだけ、テーブルの端から遠ざけて真ん中あたりに自分から刃を離して置いといてあげるというふうな形にしてあげてください。例えばですね、このまま電源を入れるとこういう形でトリマーが振動で動きます。で、その止まるまでの5秒間の間にテーブルの端からゆっくりこう移動して落ちる、で怪我につながるということがよくあります。なのでその止まった後というのを、スイッチを切った後というのが一番その怪我につながるところなので、それを注意してください。はい、
ではですね、一つさっきあのトリマーのストレートガイドというのを使って、溝を掘ったんですけれども、まあもう一つで、トリマー台というのを、があります。トリマー台というのがあります。で、トリマー台、一般的にも売られてたりするんですけれども、僕らはもう簡単に安い材料で自作してます。もうすごいシンプルな構造ですね。それはまたちょっと、別の動画で、作り方を紹介させてもらいます。で、どういうことができるかといったら、もう安定して、トリマーを動かすのではなく、今度はですね、何と言うんでしょう、今度は手を動かして、材料を送ってやるというような形になります。トリマーがこの下についています。今刃が今度上を向いています。だから刃がむき出しになっていて、そこに手を近づけていくので、ちょっと注意が必要です。危険度で言ったらトリマーを持って、作業するよりも格段に上がります。なので小さい材料とかは、あまりお勧めしません。じゃあちょっとこれで一回どんなことができるか見てみましょう。こういう形でですね、この、ガイドですね、壁から材料の一定の距離で溝が掘れますよという、すごい作業性もすごいアップするような形で、こういう台もあります。そういうのも、まあ、作れますよということで、ちょっと簡単な紹介でした。はい、ということでですね、トリマーの使い方ということで、ご紹介しました。まあ、今、お伝えしたその面取りと溝掘りっていうのがトリマーの代表的な役割になるんですけれども、それ以外にも例えば目地払いだったり、習いといって、その肩に合わせて材料を掘り込むみたいなものも、できます。で、まあ、それはちょっとまあ時間がかかるので、また次の紹介にさせてもらうとして、そうですね、まあ、基本、電動工具で、の中でも花形のツールですね、丸ノコなどと並んで、これがあると、いろんな作業性が広がるというような形で、一つ、まあ、持っておくといいかなというような形で考えてます。だいたい、値段でいうといくらぐらいかな。1万円いくかいかんか。1万円いくかいかないか、はい、両備の、今の、形のものであれば1万円いくかいかないかで、それに伴ってビットもかかってきます。で、まあ、ビットも、ピンキリですね。ホームセンターで売られているものは、まあ、ちょっと耐久性が、ないものですけれども、だいたい1000円台ですね。でもっ と,、きちんとした、いい刃がついているものというのは、まあ、3000円とか4000円とか、ちょっと高くなります。で全部揃えようとするとなかなか大変です。だから、まあ、その作業用途に合わせて、決まったものを、少しずつ増やしていくというような形で、もっと、その木工 DIY の、加工の幅っていうのも広がると思います。はい、ということでですね、まあ、かいつまんで代表的な使い方ということで、ご紹介させていただきました。なので次は、トリマー台の作り方というのをまた、ご紹介させていただきます。では、長い動画でしたが、最後までご視聴ありがとうございました。